モーリー、すべてにおいて変態道を貫く。モリコラ日誌、ガーラビジョンジャパンのガーラギニアです。2020年7月26日、総合車両製作所、新津事業所より出場いたしました E131R1 編成と R2 編成が出場したそうです。なお、インバーターはなんと日立っぽい音でした。プレスリリースの色とはほぼほぼ似ている感じなんですが、その緑の部分が若干青みにかかったような色の感じでした。衝突防止のその先頭車の部分のその窓の高さが低くなっている状況だったそうで、ワンマン運転に対応するカメラは本設置ではなく準備工事にとどまっているということそうなそうです。試運転は新潟で行っていて、上京するのはもう時間の問題ではないかというふうに思います。営業運転が2021年の3月ということらしいんですが、その間 E235 系の1000番台とともに試運転をずっとするのではないかなというふうに思います。なんか走行音は加速する音は E531 っぽい音で、減速する音はなんか京王線のなんか5000系の音っぽいような感じがするというふうに思います。ただツイッターではよく目撃してるんですが、この動画ではちょっとまあ利権等の問題で使わないし、代わりにその209系の車両の走ってる姿にはなるんですけど、とりあえず2編成出場したということで、暴走の時代の幕開けになったのではないかというふうに思います。209の走行動画を少々上げていきたいなというふうに思います。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録してくれるとすごい助かります。次回のモリコラの動画でお会いいたしましょう。